五人の素顔から読み解く、嵐の人気。小倉智明がいいなと感じた瞬間根底にあるのは、五人が嵐愛に溢れていること。11月3日にデビュー25周年を迎える嵐。まさに国民的アイドルグループそのものである大野里氏、43歳桜井翔、42歳相葉正樹、41歳二宮和成、41歳松本潤41歳の五人は、いかにして多くの人から愛される存在になったのか。 関係者が明かす彼らの素顔を通して、嵐という社会現象を読み解く。全3回の第3回。第1回を読む、誰からも愛されるトップアイドルに成長した5人の本当の素顔はどのようなものか。驚いたのは、彼らが全員一緒になって大部屋の楽屋にいたこと。どのテレビ局でもそうだからこの連中はいいなと思ったよ。そう語るのはタレントの小倉智明さん、77歳。 2006年から2010年まで放送された嵐の宿題くん日本テレビ系で共演し、その後も講師にわたり交流を続ける小倉さんは、5人ともプライベートでの気遣いがすごいと語る。大野くんは絵の展覧会を開くと、展示品とは別の自作の作品をプレゼントしてくれます。かくんは頭が良くてお父さんも官僚なので、質問してくる内容が知的。でも彼は高所恐怖症で。 松潤の演出でステージの高いところに行くのを怖がる可愛い面もある。相葉くんは共演者にものすごく好かれるタイプで、気難しい寺尾明の懐に入っていて驚きました。ニノは誕生日にギターをあげたら東京ドームのライブでわざわざそのギターを使ってくれた、律儀な男。松潤の誕生日にも私が使っていた腕時計をプレゼントしたら今でもおあげに、使ってくれて、テレビに出ている時にちらっと見えることがあります。 僕の誕生日前には全員で今年はオグさんに何をあげようかといろいろ考えてくれます。仕事仲間を超えた関係性ですね。VS 嵐、フジテレビ系の総合演出を務めた番章結城さんは彼らのプロ意識に舌を巻く。私が仕事を共にした13年間、ライブやドラマ、映画、バラエティ、歌番組。 報道番組など本当に超人的なスケジュールで活動していましたが、どんな時も前向きで手を抜かず、VS 嵐に出演してもらいました。収録終わりの22時過ぎに、これからライブのリハで東京ドームに行くと聞いた時は、もっと巻いて終わればよかったと申し訳ない気持ちになったものです。何事にも誠実に向き合う5人と長く番組を共にできたのは、かけがえのない私の宝です。またぜひ、VS 嵐をやりたいですね、万象さん。